YouTube で草刈りをしている人たちがアブや顔を避けるために鬼山くんを体にぶら下げているとアブが寄ってこないというのを見ました。まああんまり信じたくないような話ですけど、試しにうちでも買ってみました。ルンルンたちのトリミングしてる時にトリミング台の近くへあったかい日はアブが待ってくるんですね。なもんで秘密基地とこのトリミング台のところに鬼山くんをぶら下げてみます。まああんまりこういうの信じないんだけど面白いじゃないですか、ね、よくできてます。本当によくできてます。鬼山そっくりですよ。よくできてます。ああルンルン、何何その格好は、何それは、え穴掘ってたの、父さん草刈りやってる時ルンルン穴掘りやってたの、鬼山は、あこちら、うん、ちょっと家入れないよ、待ってください、休憩してるからね、鬼山くんぶら下げてみるからね。鬼山くんをぶら下げました。これで本当にアブが来なくなるか。よくできてますね。